にちは、大熊里奈です。今日は3分間のダンスレッションを通してこのお尻のたるみを解消していきたいと思います。すべて四つん這いの姿勢で完結するので、空いてるスペース、空いてる時間を見つけて一緒にやってみてください。それでは早速始めていきましょう。はい、それではまずは手をしっかり床について、膝も床についたら、まっすぐの四つん這いの姿勢を作っていきます。骨盤しっかり下向けて正しい姿勢で行っていきましょう。肩は手首の真上です。このまま足を片方上げたら真ん中まで落として上げる、アップダウン、水平までしか下ろさないのがポイントです。はい、横のまま大きく内側と上取って、反対、大きく半円を描いていきます。はい、反対足も行きましょう。まずは足上げ下げから、はい、では大きく半円を描きます。はい、では足を描いてこのままキック、アップ、肩の力をリラックスして顎を上げて笑顔でいきましょう。上に思いっきりキックしていきます。反対も、反対足も同じように、アップ、アップ、リズムに乗ってキック、キック。はい、ではもう一度足を変えます。今度は内側に円を描いていきましょう。足を水平に保った状態で、今度は膝と膝の位置を揃えたら、お尻を少し浮かしているので体を前に倒していきます。はい、では反対足も同じようにやっていきましょう。
ったの3分ですけれども、ダンソレーションを通してこのヒップアップをメインにやっていきました。音楽と、ね、トレーニングは相乗効果があるので、リズムに合わせたりとか音楽を聴きながらトレーニングをすることによってより体も鍛えやすくなってきますし、トレーニングのモチベーションも上がってくると思います。なのでぜひ継続的にやってみてください。いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。